回の動画はワードで組文字を入力する方法をご紹介します。で、組文字というのがね、どういったものかというのはね、まあこれはもう実際にやってみた方がわかりやすいと思いますので、早速ね、そのやり方をご紹介します。で、それではね、じゃあ今回じゃあこの株式会社というところですね、ここにですね、組文字を設定したいと思いますんで、そしたらね、この設定したいところをまずはね、マウスのドラッグで選択をします。この状態で、このホームタブの中にあるこの段落グループの中の、このね、マークのところですね、マウスのポインターを持っていくと拡張書式というのが出ますんで、ここをクリックします。そうするとこの中に組文字という項目がありますんでね、ここをクリックしてください。はい、そうするとこの組文字というウィンドウが開きますんで、まあ対象の文字列としては株式会社ということですね。あとここでフォントとかサイズをね設定することができます。まあじゃあちょっと今回わかりやすくね、画面上で見やすくなるようにちょっとサイズを上げてみましょうかね。じゃあ12ぐらいにしてこれで OK をします。そうするとこういった形ですね、組文字という形でこう四角くね、この文字がね、この変わったと思うんですけども、まあこれもですね、文章の中でうまく使うことによってですね、まあこうちょっとね、見栄えのいい文章が作れるようになると思いますんで、まあぜひね、この組文字のやり方もね、覚えておいてもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。